はい、どうもこまあるわです。まず最初のコース、絶対にスターを取るな。はい、こちらのコースは絶対にスターを取ってはいけないコースみたいです。一回じゃあ取ってみましょうか。まあ取ったらこんな感じで死ぬと。それではスターを取らないようにやっていきたいと思います。あ、ヨッシーもらえるんだ。だったら結構いけるかもしんない。これさ、回転のみじゃそりゃいけないよね。最初の、え、むずくないこれ。食べれたりはしないか。食べれるちょっと待って、簡単なのかもしれないこのコースは。あーでもこれ落ちてきた瞬間に食べます。僕はこれで食べて、今のうちに捨てて走って、うまい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 で、ヨッシーで食べて捨てる、これを繰り返していけばいいんじゃないか。あ、危ない、待って、ああ上に登ると。オッケーオッケー、ナイスヨッシー。これ出てくるよね絶対。危ない、オッケー。ヨッシーってさ、踏ん張りジャンプできるのかな、この世代の。よし、確認しときたいな。あ、できない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 、危ない危ない。これペロンしたいんだけど。よいしょ、これ食べて捨てて、よし、運んでくれ。お前運んでくれないパターンのやつか。よし、普通に避けるだけでもいけそうな気はするね。こっち行って、全然スター来たね、強烈に来たね。跳ね返す、捨てると、あ、戻ってくる。これやばいやばい。さて戻ってきました。確かこの辺だったよね。おー来たぞ、あのスターが。とりあえずこいつを食って左、オッケー。追いかけてくるなお前。待って、冷静に処理していこう。来るな来るな、お前あっち行けって。これでどうだ、戻ってくれ気に入ってるのかな僕のこと。こいつどうしようかな、もうちょっとあっちになりたいな。ほい、あ、ダメだこいつ、こいつマジでダメマジでダメ、こいつ嫌い。ごめんみんな、ヨッシー失ったけど僕なんとかここまで来ました。もうこのまま続けるね。ヨッシーなしでもいけるんじゃないかな。うまいうまいうまい、こういうゲームではないけど。よし、え、これ無理でしょここ届かなくない。ヨッシーなしでいけるか。スターなんとか避けていくね。タンタン、スターがあっち真ん中のタイミングだな今。届け、よし来た。ちょっと待って、無理だってこいつは。え、スター振らせてくるタイプ、振らせてくるタイプだ。待って待って、角に、やばいこれ、あーくっそー、ここまで行ったのに。さて皆さん、なんとか戻ってきました。ここまで遠かった。こいつとりあえず捨てて、あいつが振らせてくる前にもう行きたいよね。とりあえずこのスター待って、よし、もう行け、もう行け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 、素早く行け、もう行けって行けって、あー取っちゃった、待ってクリアにして。よし皆さん行きましょうか。このまま冷静に駆け抜けて、オッケー、ここまで来た。ちょっと待て、お前やり返したいことがある。くそくそ、あいつ倒したいんだけどな。こっちまで来ないかな。うわー逃げてった、ずる賢いやつめ。さあスターの状態で、ん、あれ中間地点、え待って、こっからが本番。これヨッシーの卵だったらもう終わりだよ。うわー、ヨッシーの卵だ、ここからが本番と。じゃあやっていきましょうか。これでもうそんな簡単ではないよと。うーわ、ちょっと待って、そういうパターンか。これはうまいこと、よいしょ、縦と横の軸を合わせながら行けってことね、避けて。おー、うまい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 、早すぎても遅すぎてもダメだな。しかもこのドス動くんだけど、左右にちょっと動いてるせいでこうなっちゃう。え、みんなワンチャンいいこと思いついたかも。これってさ、食べれるんだよね。だからペロンしてぽい、ペロン、余計難しくなった、ダメだこれ。いやー、異常にクリア率が低かったのはこういうことなのか。ちょっと先に行っといて、ドッスンってどっち、右向いてるか左向いてるかで変わるんだねこれ。近さが、危ない危ない、ちょっと待って待って、それ行き過ぎかも。危ない危ない、これはちょっと遠いね。オッケー、まだまだまだ、真剣に集中して、よし入っていきます。さあどうだ、あーもうやりたくないなこれはこれってさ、スター取ってもゴリ押しでいけるんじゃないかな。やってみていい、一回。待てよ待てよ待てよ、怖いんだけど。いきます、はい、あ、行った、はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、アサシンクリーボー。はい、こちらのコースはなんとクリボーがクッパに復讐をしていくコースみたいです。やってみたいと思います。ウォンティッド、さあ最初の敵は誰だ。え、もうクッパじゃない、めちゃくちゃ敵がいる。
え、これ全部倒すの？え、一網打尽にやってく？じゃあ入っていきましょうか。クリボーやっちゃってください。え、これでもすでに倒せないんじゃないの？あ、真っ暗の中で何かが行われている。倒した！何が起きたんだ、あの一瞬の間で。おー、滑ってく、滑マリオ、それ足こすれて靴すり減ってるよ。次はどうすんか。クリボーいないよ、まだ見えてないよ。あ、来た来た来た、クリボーが押してってやばいやばい、無敵なんだけど。いつの間にそんな強くなったの。え、クリボーに、そうだよね、マリオってクリボーにタッチした瞬間マリオ死ぬもんね。やっぱあいつ最強だったのか。全部倒していってる、普通に倒していってるんだけど。何が何があったんだ、クリボーに。闇落ちしちゃった。その代わり覚醒してる。あ、入っていけばいいのね。さあ出てきました。でもクッパはやっぱ強いよ。あ、まずはジュニアの方からやっていこうってことか。子供から全て倒していく。おー何が起こったんだ、クリボー。やめてくれ、もうかわいそうだよ、クッパが。あ、やばいやばい、待って、クッパ、クッパいるよ。あ、これ上上がれないクリボーを止めることはできないようだ僕は。さあやっちゃうのか、跳ねて。関係ないまあ、強いて言うなら魔法でも使ったのかな。完全な遠隔で倒したよね今。え、これ何、え、太陽。え、待って、これさ、マリオ殺されるんじゃない。クリボー助けてくれない。鍵鍵鍵鍵鍵いるよ、鍵いるよ、やっちゃってくれ、ナイス。あいつは命の恩人だった。はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、飛びまくる風船。はい、ちょっと面白そうなコース見つけてきました。こちらのコースは風船に1回でも当たったらアウトのコースみたいです。やっていきたいと思います。当たらないって難しいよね。これまず切り替えて、このキノコがクリア条件だと思う。あ、そうだよね。この風船に当たると、こうやってクリア条件をなくしてしまって、クリアできないよって感じか。うわ、難しそう！それではやっていきたいと思います。この状態でいけばいいんだね。こういって、うわ、風船が飛び回ってる。怖いな。こっち行って、最初はまず早めに行って、OK、ここでクリア。さあ次。おー、動きがすごいね。ちょっと待って、怖い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 、下からも来るのか。あ、今ならいける、今ならいける。こういって、だいぶ長いね、あの風船生きてる時間。トントン、これ多分しゃがみ、オッケー、取った。うわ、これ難易度上がるんだろうな。クリア率は高かったけど、やり直しが効く分高かったんだと思う。これは避けてくだけでいいから、こうだね。え、終わり、終わりじゃないこれ。入ってけばいいんでしょ。さあ出てきました。あ、クリアできた、普通に。はい、クリア、ありがとうございます。